マウント取るチャンス来ました。マウント動画映え狙ってるわ。バラエティ分かってますよ。いやいや、でもはい、どうもなぎです。それでは絶賛審査なぎちゃん先生、今回もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。というわけでね、今回の企画は原神火力二択クイズ、こちらをやっていきたいと思います。まあお題の二択でどっちの方が火力が出るのか、二択のクイズを当てていただくって感じの企画となっております。まあ実際にね、やっていけば分かると思うので、早速第1問からやっていきたいと思います。さあ、それではまず第1問。第1問は上里綾人です。このキャラに珍輪4セットを持たせた状態で波乱無凸か黒剣貫凸、どっちの方が火力が出るか。で、波乱に関してはバフが乗っていない状態ですね。武器効果のバフが乗っていない状態でどっちが火力が出るかという問題になります。元素ダメージプラス 12% だけってことだよね。そうですね、うんうん、今回は会心が出る前提のクイズとなっていますので、そこも考慮していただければと思います。ーせーのでいきましょうか。それではいきます。せーの、黒剣。全員黒剣。全員黒剣。一人移った方がいいんじゃない。いいんです、全員黒剣で。配信者大丈夫か。大丈夫か。でも黒剣でしょこれは。さすがに効果なかった、臭くなかったら、うん、ごめんなさい、ちょっと生物をまだお見せしてなかったですね。黒剣貫凸で攻撃力が1500。はいはいはい。生物のサブステで上がってるのが、まあ、大体こんな感じですね、うん、50なるほど、はいはいはい、全体でいうと 82% の 208% で、波乱に関しては波乱もほぼ一緒だな。すごい。え、波乱一緒か。波乱もほぼ一緒だな。問題はサブ効果のところで、全元素ダメージプラス12か通常攻撃のプラス 40% かのところだと思うんで、これはね、ダメバフ 40% この 28% の差はだいぶでかいと思いますね。俺も攻撃力も意外と変わんないんだね。そうね、黒剣じゃないかな、これはダメバフ分で。なるほど、さすがにな、さすがにな、さすがにね。じゃあちょっと一回軽く検証していきましょうか。じゃあ行きたいと思います。まずは波乱からですね。これはスキル一発の火力って感じ。そうだね、ちょっと待ってね、これで一発当てて、はい、6570 ね。まずは6570。いや、さすがに黒剣っぽいけどな。ねえ、さすがに。ダメージバフプラス 28% の差かな。でかいと思いますね。相当でかいと思う、はい。6570から7047。まあまあまあ、さすがにね。いやでもこれあれか、やっぱ波乱。いや、そう考えたらスタックたまったらやっぱ強いんやな。うん、じゃあちょっと一回スタックありで試してみましょうか、ね、うん、じゃあ一回スキル発動してみます。ほい、これどうでしょう、はい、あ、出たかな。じゃあいきます。ほい、7000。でも今800 あれか、そうか、うんうんうん。え、めっちゃ伸びてない火力。でも初撃だいぶ伸びてなかった今、うんうん、そう、だいぶ伸びてるわ、うん、そう考えたらやっぱ黒剣とかで悩んでる人はワンチャン波乱引いてもいいかもね、うんうん、通常伸ばしたんやったら、うんうん。まあ、今回はあくまでも珍輪前提なので、まあ、他の生物とか次第では全然結果が変わってくるとは思いますが、あと今回は貫凸黒剣と無凸波乱の比較だったので、まあイージー問題ですよ。1問目は文系の俺たちでも、うん、まあ、ダメージバフプラス 28% の差はみたいなところあります、ね、数字に弱いからさ。いや、もうこっから全外しだから多分。ちょっと意見割れてほしいな。それでは2問目の方いきたいと思います。2問目、八重美子です。武器がバフなしの紫風原点 VS バフがついた気候砲器二凸、精錬ランク2ですね。生物は締め剣です。気候砲器か。それで八重美子でスキルのダメージってこと。そうですね、元素スキルのダメージ一発あたりどのくらい火力が出るかって感じです、はい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 。ただ基礎攻撃力が100近く差があるので、うん、ここはでかい。なるほど。締め剣のサブステータスはだいたいこんな感じになります。率 64% のダメージ 87%、 合計で 137% ぐらいですね、うん、137。それでは選択肢は決まりましたか、うん、はい、せーの、紫風原点。お、割れたか。絶さんが俺紫風、シンさんが気候砲器、なぎちゃん先生が紫風。お、という方シンさん一人気候砲器。マウント取るチャンス来ました。マウント、マウントチャンス来ました。煽る側になるか、煽られる側になるか。煽ってるぞ、煽ってるぞ。少しでいいから締め直し。さあ、来ました。じゃあまずは気候砲器から試していきましょうか。いやー、でも基礎攻撃力って結構でかいよな。まあ確かにね、でかいけどね。まあ、生物も締め剣ですからね。通常1回当てて1個来ましょう。それやな。8942ですね。いや、これは
どうなんだろうな。じゃあ、私風減点バフなし見ていきましょう。はい。おい、どうか。8800。え、ちょっと何枚だっけ。え、何枚だっけ。8800くらいでしょ。気候が8900でしたね、確か。うわー、よっしゃ。マジか。いやいや、運やで、運、運。ほぼほぼ運。なぎさんが気候放棄を精錬2とかいう微妙なランクにしてるからダメなんだ。これ精錬1だとまた違ったかもしれませんね。100くらいの差だったのかな。本当にこう誤差っちゃい誤差だけど、めちゃくちゃ誤差だった、でも気候放棄って結構影薄い存在な気がするから、わりかし強いね。いや、強いんだよね、地味に。やゆみことも相性いいし、はい。じゃあ3問目いきましょう。荒滝の元素スキル VS 勝利の元素爆発です。ただし荒滝の元素スキルには五郎のバフがついてます。それぞれの条件は、お互い生物武器なしです。テンプレベルが、荒滝が8で勝利が9です。攻撃力250、回心率 24% の回心ダメージ50。イットは元素爆発はありですか。荒滝は元素爆発使った状態、ただし、五郎は貫突ではないです。岩のキャラは2体までって感じですかね。イットの方、岩キャラは3体ですね。五郎バフは最大限発揮します、可能な限り。あー、なるほど、了解です。うん、難しいなこれ。お互い回心が出なかった場合を考えましょう。今回は出なかった場合ね。出なかった場合か。五郎ちゃんのテンプっていくつ。あ、五郎のテンプ、了解。五郎のテンプ、うん、五郎のテンプは、7の6ですね。低く7、6。7、6。 OK、 俺は決まりました。私も決まった。はい、うーん、では、okay、せーのでいきます。イットの元素スキルか、うん、勝利の元素爆発か、どっちですか。せーの、勝利。勝利。シンさんが、荒滝一刀で、絶さんがは勝利、なぎちゃん先生が勝利。お、またこの構図。またこの構図。いやこれや、なんかこれはこれで不安ないわ、ちょっとな。でもさ、このなんだろう、経験談なんだけどさ、うちらさ一回装備生物とか全部外して宿女とかやったじゃん。そこに気づいてしまったか。そう、あれでさHP ボーナスがすごいでかかったから、勝利先生は。あ、そうだわ、そう、あれを思い出して、そう、やっぱ勝利なんじゃないかなって。では行きたいと思います。はい、はい、五郎スキルから荒滝スキル、あ、ちょっと待って、あれ、あ、引き返しになってる、引き返しになってる。648ですね。647ですね。いや、さすがに勝利やな。余裕で1000超えるんちゃうかな。出る出る、絶対出る。余裕で1000超えるな。じゃあ何もバフなしの勝利でいきたいと思います、うん、いや頼む、647以下で。いや、意外とまさかないよな、まさか。勝利先生、はい。なあ、強すぎないよ。出すぎ、出すぎないな。ありがとうございました。そうなんだよね。今回は撮影ここまでですかね。ああ、そう。ちょうどいいね。ちょうど良かもしれないね。これで。さっき言った通り、なぎちゃん先生が言った通り、あれなんですね。勝利には HP ボーナスがあるから。この生物武器なしの状態だとめちゃくちゃこう他のキャラより火力出るんだよね。私はもう経験談から言いました。もう引っ掛け問題だったのね、今回に関しては。ダメバフとかが五郎のやついけるかなって思ってしまった。はい、というわけで第3問は勝利の勝利ということで、さすがだ先生、勝利の勝利。では次の問題いきたいと思います。第4問、こちらも生物武器なしの状態です。単発推しのウェンティの元素スキルか、ショーの元素スキルか。テンプレベルがウェンティがテンプ9、ショーがテンプ8の状態です。数値は見ちゃダメですよ今。いやもう俺は決めた。いやもうそうね。もう俺はこれしかない。ではいきます。ウェンティの元素スキルか、ショーの元素スキル。せーの、ショー。ウェンティ。絶さんが、いやこれはね、あのウェンティですけど、はい。で、しんさんが、いや、ショーです。で、なぎちゃん先生がショー、うん、これは、いいいいいいんですね。いいって何かの意見割らせてあげるためのやつですよみたいな。じゃあ、しんさんが絶対ショー選ぶの知っとったから、はい、じゃあ、かぶりたくないなと思って。動画映え狙ってるわ。バラエティ分かってますよ。いやいや、僕みたいな。でもさ、分からんからな。確かウェンティの長押しは倍率高いんですよ、ショーよりも。でも、うん、単発
の単押しは確か小よりも倍率低いんじゃなかったかな確か。さてどうかな。では行きたいと思います。いきまーす。はい、614ですね。614ね。では次小行きたいと思います。いきます。はいはい。ただ感じだ。いやちょっと待って、はい、ちょっと待って。792ですね。小の方が火力が高いです。いやちゃうちゃうちゃう。これだからあの時と一緒よ。もう 5歳やから勝ちも負けもないみたいなもんやから一つ補足をしておくと、ウェンティの単発押しの方がダメージ倍率としては高いです。あ、そうなんだ。長押しの方がもちろん高いんですけど、単発押しでも小の元素スキルよりダメージ倍率って言えば高いですね。あ、そうなんだ。まあ、テンプレベル1下がるっていうのもそうなんですけど、845ですね。845。長押しの場合は845。1000はいかないのか、うん、なるほど。いや俺長押しやと思った。いや単発押しって言ったよ最初に。聞き間違えか。いや言い訳苦しいわこの人。いや長押しなんかあれ、そうか。それでは最終問題の方いきたいと思います。今絶さんが2問、新さんが3問の、マキちゃん先生も3問か、そうか、ベンティやってる、はい、うん、最後2点やこういうの。最終問題じゃあ2点でいきましょうか。そう、相場が決まってんねん。いつもそうなんだよ。そうや、いつもそうなんだよ。ここで大逆転があんのよ。では最終問題に行きたいと思います。最終問題はクレイと延期です。元素爆発など自身のフルバフがついた状態の延期の銃撃 VS、うん、クレイの固有テンプが発動した銃撃、この2択ですね。わかんねえ。ちなみにテンプレベルで言うと、クレイがテンプ10、エンヒがテンプ8の状態です。怪物はお互い非魔女剣闘士の無凸師風、バフがフルバフで乗った状態とさせていただきます。わあ、どっちかな。エンヒも強いんやな。いや強いんですよね、エンヒも銃撃。それでは皆さん決まりましたか。エンヒはクレイ、どっちですか。せーの、エンヒ。うわ、なぎちゃん先生がクレイで、絶賛新さんが演技かな、うん、あ、まあ、ですね。まあ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 。いや、めちゃくちゃ迷った、ね、まあ迷うよな。迷う、これは迷う。では行きたいと思います。はい、じゃあまずは固有を発動しないと。あ、来た来た来た、はい、行きます。さすが、行きます。はいはい、22,038。強結構出るよ。そんな出るんや。結構出てるぞ。22,038です。いやー、周り結構わかんないな。強いな、これかなりわからんな。だいぶいい戦いになりそう。続いて延期ですね。ではいきます。はい、4つ溜まったので銃撃、はい、19,410。マジか。いや、マジか。いやー、強えな。強えな、クレちゃん。さすがだよ、クレちゃん。いや、さすがやな。こういうテンプの 50% 銃撃バフがでかかったですね。強いな。でかかったっすね、うん、やったー。そうか、マジか。やはり推しを信じてよかった。なるほどね。はい、というわけで今回は2択ダメージクイズということで、まあ、結果としてはなぎちゃん先生がぶっちぎりの1位でしたね。イエーイ。さすがです。いや、まあ、ほぼ適当だったけどね。あ、まあ、新、うん、さん、1位以外は同率やからな。うん、あ、俺は。いやいや、だって途中でね、めちゃめちゃ煽ってきてたけどな。まあ、でも俺絶賛に対してマウントは取れるんで。いや、いやだから、じゃだからポイント関係ないから。ポイント関係ないの。1位以外全部負け。どんぐりの性比べやって、その2人、うん、この企画毎回一緒なんよ。こういう企画毎回1位が、まあ、前提条件も複雑だったし、普段しないこともあって、まあ、ある意味面白い企画だったんじゃないかなと思います。まあ、あとね、こう自分はこっちの予想したっていうのがあれば、ぜひコメント欄で教えていただけると幸いです。はい、それでは今回遊びに来ていただいたなぎちゃん先生、しんさん、絶さんのチャンネルは概要欄に貼っておりますので、ぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。絶さん、後でジュース買ってきてよ。知らん。